えー、ピクサー映画トイ・ストーリーのもともと決定していた日本人声優が実は降、まあ、板させられていたという,う裏話をちょっと今日お話ししたいと思うんですね。まあトイストーリー ストーリーといえばまあ、みんなまあ大好きだと思います。まあ、本来ね。トイストーリーというのはまあ、3部作で完結するはずだったんですけれども、ファンの方々からのまあ強い要望もあって、現在ではトイストーリー4までまあまあ公開されているんですが、まあ、元々まあトイストーリーのまあファーストですよね。まあ、本国で制作された上で、当然日本人声優の方がまあ声を当てるんですけれども、実はこの裏にはね。まあ,あ。 物語があったわけなんです。まあ、トイストーリーといえば、まあ、メインキャラクターがウッディとまあ、バズライトイヤーバズなわけじゃないですか？で、この2人の吹き替えはえー、唐沢寿明さんとまところ、ジョーさんが担当しているんですが、実は？ もともとは声優の山寺宏一さんと源田哲昇さんが、まあ、キャスティングされていたんです。実はキャスティングだけでなくこの山寺さんと源田さんはトイ・ストーリーの吹き替えも終え日本の宣伝ポスターにも名前が掲載されてたんです。 しかし、急遽、まあ、アメリカ、まあ、本社から、まあ、ある種、この集客を考慮してですか、もう、もう数十年前の話なので、やはりですね、まあ、日本でも一般的に有名な人物を声優としてキャスティングしてほしいという、要望があったと言われております。そして、残念ながら、山寺光一さんと源田鉄章さんは、もう声を当ててすべてパゲで終わってるにもかかわらず、 まあ、降板させられてしまったんですよね。実は僕ね、番組で山寺宏一さんにこの件についてお話を聞いたことがあるんです。その時どんな思いでしたかと僕は山寺さんにお聞きしたら、やはりね、あの、悔しい気持ちはあったと。ただ、その時自分の知名度が低いから変更させられてしまったと。ならばね、 プラスに考えて、これから俺はもっと有名になって、タレントとして活動すればいいんじゃないかと、本人も思ったし、事務所、プロダクションにもその決意表明をしたらしいんですね。そこから山寺孝一さんは山ちゃんとして、おハスタのメイン司会となっていくわけなんです。まあ一般的にもね、自分のこと方を知っている方が増えたので、あのトイストーリーの、まあ交番の件は、実は感謝していると。 あ山寺さんはね僕に言ってくれました「えー、トイ・ストーリー」のもともと決まっていた声優が実は降板させられて,し,て、えー、しまったというお話を今日させていただきました。